ニューコムへ。我々は明日の世界を創造するソフトウェアの供給を目的に活動を続ける複合企業です。ニューコムグループはコンピューター関連での環境開発を中心とした情報環境開発事業部ニューコムインフォを軸に、宇宙環境開発事業部ニューコムスペース、生命環境開発事業部ニューコムバイオ、通信環境開発事業部ニューコムスフィア、広報外務部ニューコムパブリッシングという大きな5つのセクションに分かれ、まず最初に、今回私たちの無作法な訪問にもかかわらず、嫌な顔一つせず扉を開け温かく迎えてくれたニューコムの皆さんに感謝を。一人のパイロットとあなたたちの勇気ある決断が私たちを救ったのです。そして私は今日の出来事を忘れることはないでしょう。本日午後3時をもってユーピオ代表議員ガブリエル・ W ・クラークソンは私の部下と私の専用機乗務員38名と共にニューコムグループへの移籍を宣言します。この決意に至る。はい、クラークソン代表議員による緊急記者会見をお送りしていますが、どうやら中継の音声が途切れた模様です。中継の回線がつながり次第会場の映像に戻りますが、それまでもう一度今回の移籍劇についての現在までに分かっている情報を整理したいと思います。代表を乗せたユーピオ専用機からの無線をニューコムが受けたのが本日の午前11時ごろ。同機は明日からレイニー岬で開催されるメリトン地域緊張緩和協議会へ出席する代表を乗せ、ケープレイニー空港へ向かう途中、ランバート山脈地区上空でゼネラルリソース所属と思われる戦闘機からの攻撃を受け、同機の護衛機と交戦状態に。その直後、同機は続いて現れたユーピオ所属らしい別部隊からも攻撃された模様。そして同機と護衛機はコースをニューコム制空圏へと変更、午後4時テニス空港に緊急着陸したのです。ニューコム側の情報筋では、この事件をかねてから穏健派としてニューコムとも友好関係にあったクラークソン代表を暗殺する目的でゼネラルリソースと一部のユーピオが共謀したものと判断している模様です。そしてニューコムが今回事実上クラークソン代表の移籍を受け入れたことで、今後のゼネラルリソースとニューコムの関係に大きな緊張を生むのは避けられない。あ、いたいた、ちゃんとニューコムに転職できたみたいね。それでこっちでも私たちまた同じチームに決まったからよろしく。まあとりあえずそれだけ。あいた、分かってる、ちゃんと言いますから。まあさっき議員から聞いたんだけど、うわっ、じれったい。ありがとう、心から感謝するわ。あなたの決断が議員とフィーの命を救ってくれた。その決断と行動力にこれからも期待してる。あ、そうそう、私はシンシア NEU チーフコンサルティングパイロット、つまりあなたの上司です。はじめまして、よろしく。もう姉さん変わってよねえ。それからフィーはね、私にとってたった一人の妹でもあるの。だから個人的にもあなたにはすごく感謝してる。それじゃあ次は任務でね、バイ。なんで切るの。停戦状態にもかかわらず度重なる攻撃を仕掛けてくるゼネラルリソースに、こちらから攻撃を仕掛けます。新開発の高高度攻撃機モビュラで出撃、そこから古機のレモラで発進してゼネラルリソース所有のホワイトバレー空軍基地を破壊してください。ユーピオのエース、うちの新型乗り心地はどう。さあ実力見せてもらいましょうか。レモラ、モビュラーから切り離します。リリース。
増援部隊が迫っています。引き続き残存兵力を投入してください。アップデートターゲット13リミット案内です。燃料タンクをやる。レーダーを狙う。ボーナーやっぱり、こっちは戦い方も変わってる。強くなれなさい。腕だけじゃ残れないってこと、覚える。Hi.
ホワイトバレー空軍基地の破壊に成功しました。今日はお疲れ様。新しい環境にもすぐに慣れてほしいと思う。君には期待している。今回の転職はいわば巻き込まれた形での結果だけど、ここはゼネラルやユーピオと根本的な考え方の違う組織だから、私たちニューコムが目指している新しい世界を自由に自分の目で確かめてほしい。そして早くニューコムの一員になってほしい。これから一緒に行動することが増えると思う。今日の活躍、今後の力になるはず。では、あっと、フィーです。もうニューコムには慣れた？私はずっとこっちの考え方を姉から聞かされてたから、その反発もあったから、なかなかね。まあ、あんなことがあって戻る場所なんてなくなっちゃったんだから、やるしかないよね。というわけで、続いての話題はニューコムのみならず他社でも注目の新技術、サブリメーションによる人間の意識の複製。まずは実際に現場で指揮を執って開発を進めていらっしゃるニューコムのサイモン博士とデータスワローでつながっておりますので、そちらから。こんにちは。あ、もう喋っていい？じゃあ、まあ歴史についてから話そうか。まだ政治が権力を握っていた頃のコンピュータ技術は人間の道具に過ぎなかった。そして私たちは SF 小説や映画、テレビゲームといった空想の中だけでコンピュータや機械に人格を持たせて、ロボットやサイボーグといった夢を見ていた。しかし、いまだに人間の複雑な感情を持った賢いコンピュータや人工生命には私、お目にかかったことがない。それはなぜか。もともとの発想が間違ってた。そう、まだ無から生命を作るのは神だけができること。そうではなく、私たち人間の方が機械やコンピューターになるのなら可能性がある。例えばだ、私は眼鏡をかけていますが、これも考え方によっては一部を機械化したサイボーグとも言える。こうした人間の能力を補うための機械群、その延長にある究極の世界が人間の脳を構成している人格をそのままデータとして数値化し、コンピュータ上にコピーする。いわば脳のデッドコピー開発、それが私の研究です。いいですか、これはかつての夢物語ではありません。実際この計画に賛同し、実験参加希望者もニューコムから続々と申し出があるくらいで、一部のマスコミが私と私の実験のことを叩いておりますがね。そりゃ昔の人が飛行機の姿を見て、あんなに重い鉄の塊が空を飛ぶのかと非難していたようなもので、馬鹿げた臆病者。ああ、すいません、何か回線の状態が悪いようですね。博士、聞こえますか？ではここで一度 CM に。割り込みで失礼。出動要請です。詳しくはブリーフィングで。新しい R ナンバーも配備してあります。自分に合ったコフィンを見つけるためにもいろいろと試して。では上で会いましょう。
我々ニューコムが進めている宇宙開発計画用のスペースシャトルが帰還します。しかしこれをゼネラルリソースが妨害しようとしている情報をキャッチしました。無事にスペースシャトルが着陸できるように護衛してください。シャトルはキ君の護衛により無事着陸することができました。まずこのメールは個人的なものです。で、そうそう、シャトルの連中も感謝してた。宇宙での実験結果も無駄にならなかったし、私も君がニューコムに来てくれたことを感謝してる。その腕があればきっとどんな新しい R ナンバーともシンクロできるはず。まるで翼の先でも風を感じてるみたいだって思った。それだけです。じゃあ今日あれからシャトルの人たちと会いました。宇宙から空に降りてくる時の感じって肉体で知る重力の再発見だって言ってました。私たちは空より上には上がれないんだってことを彼らと会って感じました。こういう人たちとの出会いがあるとニューコムの新しさにも慣れることができそう。君はどうですか？もう慣れましたか？フィーでした。
私だ。サイモンだ。お前ちゃんとそこにいるのか。まあいい。いやいや、なあ、それにしてもだ。お前の今までの働きには正直感心してるぞ。大体からしてだな、ユーピオから移籍した後もお前が何者なのかわからなかったぞ。なんといってもこの私自身が気がつかなかったぐらいなんだからな。しかしそれでいい、それでいいんだ。お前はそのままでいいのだ。お前は誰にも気づかれず何も知らずにいればいい。そのためにお前は。正体不明の衛星を確認。おそらくゼネラルリソースが所有しているものと思われます。ロケットに搭乗して大気圏を離脱、軌道上にある衛星を破壊してください。ゼネラルリソースにとってこの衛星が重要なものであれば交戦は必至です。ご検討を祈ります。ゼネラルリソースの空挺部隊が当基地の占拠を目的に進行中です。攻撃を受ける前に打ち上げを開始します。カウントダウン10 9 8 7 6 5 4 スタート。2 1、リフトオフ。ブースター部を分離。大気圏を離脱。軌道に乗りました。航行時間は3分間です。衛星を全て破壊してください。再突入します。機首を上げた状態で機体を安定させてください。Atmospheric entry。
レーダーで大気圏突入成功を確認しました。そのまま帰還してください。キクンの活躍により作戦は無事完了しました。レーザー攻撃衛星の消滅により宇宙規模の攻防戦において優位に立ちました。どうした、またいないのか、それとも許すか。まあいい、それにしてもだ、もしかしたら私の見当違いなのか。あ、この質問にお前が答える必要はないぞ。ただな、もし再び私が必要になったのならば、その時考えることにしよう。ではごきげんよう。トップニュース7の時間です。まずはじめにフェイスパーク紛争以後緊張状態が続いているゼネラルニューコム情勢について新たな動きがありました。ゼネラルリソース広報部で行われた緊急記者会見によりますと、ゼネラルリソースの人工衛星がニューコムの攻撃によって破壊された模様です。ゼネラルリソース側の発表は、この衛星はもともと民間利用目的で使われていたものであり、今回の攻撃はニューコムの一方的な破壊行為であると激しく非難しました。しかし、この会見に答える形で続いて行われたニューコム側の会見では、攻撃に関しては認めたものの、この衛星は軍事目的で使われていたものだったとしており、両者の発表には大きな食い違いが見られ、今後の同社の動向が注目されます。ニュース見た？もう誰にも止められないところまで来てる気がする。結局どっちも自分たち以外を認めたくないってことしかわからないし、ユーピオもクラークソン代表がいなくなってただのゼネラル関連企業って感じで、今国っていうものや政治っていうものが力をなくして、経済がゼネラルを巨大な力にして、今度は経済を科学が否定しようとして、いつになっても戦いはなくならない。サーフにいた時には自分が戦う目的が戦いをやめさせるためにあったけど、ニューコムの科学がここの科学者たちが言うような素晴らしい未来を作るとも私には思えない。それでも自分がここにいるのは姉さんや君と飛びたいってことしかなくなってるのに気がついたんだ。我々の偵察衛星が海上に落下したとの連絡が入りました。すでに回収部隊が向かいましたが、事態をゼネラルリソースがキャッチし、衛星の持つ情報を奪取しようとしています。回収部隊を援護し、ゼネラルリソースへの機密漏洩を防いでください。Bullseye.
敵の増援部隊が迫っています。至急これらの機動艦隊を撃沈してください。じゃあ処分するまで。姉さん、せっかちな将軍なんだから。アンテイトライアボーガーイ。ボーガーイ。回収作戦成功。偵察衛星の機密漏洩は無事回避されました。またいないみたいなのでメールで残します。実は相談したいことがあって。と言ってもいつものことなんだけど、シンシア姉さんのことで。実はサブリメーションの被験者リストに彼女の名前を偶然見つけたんだけど、科学やコンピューターの世界に対して夢を持つのは別に悪いことじゃないし、だからニューコムを彼女が選んだのも知ってる。だけどまだ実験段階の技術をなんでわざわざ姉さんが受ける必要があるのって。どうしたらいい？もしかしたらもうフィーから何か言ってきたかもしれないけど、彼女の相談に乗ってあげてほしい。もう私から彼女にしてあげられることって少ないから。なんか兄弟喧嘩に巻き込んじゃったみたいになっててごめん。ただ正直な話、途中からこっちに来たから相談できるような人は君ぐらいしかいないと思うし。姉さん、ニューコムで実験を予定しているサブリメーションの被験者に姉さんの名前が。ああ、そのこと。志願したの。何のために私が今までニューコムにいたと思ってたの？いつまでも姉さんは同じ。夢を見るなら眠ってる時だけにしてよ。来てよ。え？ただの夢扱いする気？あなた私の何をどう知ってるつもり？誰にも口出しさせない。たとえたった一人の妹にも。姉さんは体や心まで捨てようとしているんじゃないの？まだ実験も成功していないサブリメーションなんて無茶よ。一体何が知りたいの？誰もが進むべき次なる世界。そう、まだ誰も体験したことのない、全てが新しく未知の知覚や感覚によって構成されている宇宙を知りたい。生きるものが必ず持つ肉体が精神や魂といった未知の可能性を秘める存在にまで限界を作っているのよ。たとえそうだとしても、姉さんが望んでいるのは自然から与えられた人の力を超えてる。それは危険な力だわ。そう、その通り。私が欲しいのは選ばれた者が手にすることのできる新しい世界への扉をこじ開ける力よ。人間は決して神にはなれないのよ。
さっきまた喧嘩しちゃった。なんかダメ。どうしても姉さんが言葉にする科学の力でこの世界を変えるみたいな話って信じられないし、それでも自分がここにいるのは姉さんが心配だからだって言ったらすごく怒られて、自分のしたいことをしろって。でもずっと自由に育ってきた姉さんの後ろ姿を見てきた私には、ねえ、君は何のために戦っているの？Communication interrupted. Decrypting urgent message. これは個人的なメールです。閉じたら消去されるようになってますので。実は私、ニューコムが行う人格のコピー実験に被験者として参加しようと思って登録したんだけど、会社から止められちゃってて。それは立場的な問題とか人間関係的な部分でよく考えろなんて上司に言われたんだけど、私にはその発想がすでにゼネラル的じゃないかって。立場とか人間関係なんてことを超えて分かり合うために人間のサブリメーションがあるはずなのに、そういう意味ではニューコムもまだまだなのかって。それがショックだったけど、でも私は諦めてないから、自分でチャンスを作る。そんな計画にも誘われてるし、その時が来たらちゃんと君にも話すし、もしも君が望むなら私と一緒にチャンスを手にしてほしいとも思ってる。ただその時にフィーのことだけは心配だから、最初君に話しておこうと思って。すごく個人的なお願いで申し訳ないけど頼みます。では。ああ、そうそう、この話まだフィーには言わないで。 Information download complete. File deleted. ゼネラルリソースが我々の進行に対抗すべく空軍基地に兵力を集結中との情報が入りました。そこで低空で侵入して防空レーダー網を避け空軍基地を襲撃します。高度には十分注意して任務を遂行してください。なお今回の任務から新型機デルフィナス3が配備されます。ご検討を祈ります。
Warning, missile alert. Bullseye.緊急事態発生。正体不明の空中空母が出現し、軍事クーデターが勃発しました。直ちに帰還してください。まさか、予定よりずっと早いじゃない。 なんでこんなタイミング。何、どうしたの。ごめん、ピー。私、やっぱり自分の信じる道を行く。どういう意味。何が。ごめん、説明する時間がなかったけど、私はクーデターに参加する。反対するならばニューコムへ戻りなさい。もしも私を信じる気があるのなら、君にはこのままついてきてほしい。事情は後で説明します。ふざけないで、姉さん。彼女についていったらダメ。戻りなさい。戻って。ミサイル。の活躍により、ゼネラルリソースの妨害を食い止めることができました。なお、クーデターに関する詳細は不明です。今日報告書でシンシアは撃墜されたことにしました。だからあなたも彼女は死んだことにしてください。お願いします。これがバカな姉を持った妹にとってできる最後のことなんです。でも私が今度会ったら撃ち落としますから。それだけです。お願い。